どうも、FM イルカの浜田大輔と南方庄司です、今回もやってきますダーハマの気分揚げ飯いやいやいや今回はですね、イルカプレス秋号のコラボの、まあ、動画ということで、ゲストの方をお呼びしています南方さんです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当にね、念願が叶いましたよ。もう僕はね、もう本当にね、もう会社のケーキでね、ご飯が食べられる。もうそれだけもうすごいもう集中してきてましたからね、喜びもありました。で、今回、まあ、何をどういう系統を食べたいかっていうのを、うん、まあ、南方さんに選んでもらいたいですが、まあそうですね、まあ、魚と肉で言ったらやっぱり肉の方がいいのかなみたいな、肉系で、で今まあこのご時世ですから、まあ、テイクアウトですよね。まあそうですね、うん、冷めても美味しいというか、この会社の中でね、食べられるものだったかなっていう、その願望を叶えたいと思いまして、私が選んだお店がメンチカツが有名な。メンチカツ、まあ、食べます？普段メンチカツ。いや、ほとんど食べない、普段。あ、これね、難しいと思いますよ、メンチカツって、はい、いや僕もまあ、食べないと言いつつも、まあ、過去にね結構食べてきましたから、ええ、まあ、そういう中で美味しいのってなかなかこう見当たらない。そうなんです。結構ね、好きな人は多いと思うんですけど、記憶にはあんまり残らないかもしれないですね、うんうん、はい、あら、非常に楽しみです、はい、じゃあこれから食べていきますんで、はい、はい、では、行ってきます。行ってらっしゃいませ。
動画のご視聴ありがとうございました。今後も定期的に動画アップしていきますので、よかったら次回も見ていってください。 FM イルカでは他の動画もありますので、よかったらこちらもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。